ガールズ式ゲッチをご覧の皆さん、男優の森林源人です。第2クールが大好評だったということで第3クールが決まりました。取られ願望的な、どうだったんだみたいな、やだやめてとか言いながらさ、感じていうのはちょっと どういう理屈なんですか。催眠術死ぬまで発情してんだから人間は、本当に前期が素晴らしいと。何やります、何やります、プロボクサーやります、大島さんはいいっつって、で何がいいのってやっぱり一条さんじゃないですけど、なんでそんなみんな大島城大島城って言うんだってことで聞いて。